ドレミファソの形でこれ先に行きますね。で、最初ね、ね、最初強弱どうなってる？これね、大事なことは強弱最初を見るでしょ？お歌はどのぐらい強さで弾けばいいの？メゾフォルテ。そう。結構大きいんです。割としっかりお歌を響かせる感じ。ところが、右のページ行って、右手目より来た強弱変わるんだよね。どうなってる？メゾピアノ。そう。ここでね、右のページに入った時に、ちょっと柔らかくなってほしい。左のページより大きくなっちゃったら困るわけよ。左のページは割と原曲しっかり弾かせるわけ。だから結構強くていいよ、左手。でも、右のページ行ったらちょっと柔らかく、ピアノでもいいかなってくらい柔らかく始まってみて。最初のミがゴチンっていかないですよね。ちょっとね、ちっちゃいかなーってぐらいで、ミーレーって時に、ちょっとちっちゃいかなーぐらい始めてもいいかもしれない。そこで感じが変わるのよね。じゃあ、初めから言ってみようかな。曲の感じがガラッと変わるっていうのはとってもいいのね。このこと忘れないでおいて。左手今みたいにしっかり響かしていいと思うよ。ね。ああ。